尻尾を巻いて逃げるのか。冒険はしまいか。始まったばかりだとしたら、歴史上最も恐れられた権力者の幾人かはチンターマニ石のほんのかけらを持っていたのだ。石を丸ごと手に入れたらどんなことになると思う。冗談だろ、このじいさん。ラザレビッチは大金を払ってマルコ・ポーロの日記を入手して何年もチンターマニ石を探してる。神話上の宝石のためにイカれた戦争犯罪人たちを敵に回してるわけ。前からのお知り合いなのね。エレナ・フィッシャーよ、前からの知り合い。あいつらが行く前にお宝を盗んでやる。敵も驚くわよね。たっぷり仕返ししてる。どんな魂胆でここに来てるわけ。私たちまで殺されるわ。ここで聞きたい。どこで君を見つけた。一体何がどうなってるか説明しろ。あなたをびっくりさせた。石の在りかは俺がいなければわからない。嘘だったら殺す。ここら辺で形勢逆転だ。私の周りは裏切り者とバカばかりだ。何やってるか分かってるんでしょうね。全然分かってない。